皆様、おばんです。第5回わらしべ長者の舞台はここ秋葉原です。前回は、お宅訪問編で YouTuber のスライムスペシャルさん宅に行き、マック赤坂さん T シャツからこちらの時計に変わりました。ここ秋葉原では一体何に変わるのか、早速声をかけていきたいと思います。行きます。物々交換を繰り返していって、なるほど、最終的に1億円の価値のあるものまで交換して今この時計に最終的に今変わってる段階なんですけど、もしお姉さんの今持っているものとかで交換できるものがあれば交換していただきたいなって。なんだろう、めっちゃ探してくれてる。いやちょっとそんな今ちょっとこれしか持ち物がなくて、時計より強そうなものはない。ありがとうございます。日焼け止めぐらいしかないや。ちなみにお名前なんていう？あ、タイガーと申します。なんでそんなかっこいい名前つけたんですか？なんでドラドラですか？じゃないんですよ、あのオタクなん、ドル、アイドルオタクで、はい、叫ぶんですよ、オタクの人って。タイガーファイヤー。あー、そういうことか、こっちのタイガーか、こっちのファイヤー。まあ、あとトラが好きなんで。ちなみに何オタクなんですか？地下アイドルオタクです。地下アイドルオタク、はい。今お姉さんの一押しの女の子は誰ですか？リビングデッドアイドールズさんと相川彩乃さんです。それはもう別々なんですか？別々です。この、なるほど。この、え、どうしよう。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。え、いいですか？じゃあ、行きます。ちびっこダンスマスター、みんなのハートを狙っちゃうぞ、タイガです。よろしくお願いします。あー、もうすごい恥ずかしい。近寄りすぎですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。あ、そうです。見たい、見たい。で、岩手県出身のリラです。これアマチュアですからね、これ。これアマチュアだったんです。どうだった今のね。これがだいぶ良かったですね。岩手県でください。はい、ありがとうございました。はい、また声かけていきたいと思います。プロカフェあるんですか？あ、そうなんですよ。はい、近くにあって、すごい近くになっちゃうんで、こっちがまつげちゃうんで、私触っても大丈夫なんですか？大丈夫ですよ、頭優しくなると。よかったらどうぞ。ありがとうございます。いただきました。はい、次の方に声かけてみたいと思います。すいません、今お時間大丈夫ですか？あ、はい。持っているもので、いらないものとか、あの、使わないものとかあれば交換していただきたいんですけども。ちょっと持ってないですね。持ってないですか？わかりました。ちなみに、あの、オタクで言うと何オタクになりますか、お兄さんは？あ、ハロオタです。ハロオタ？あ、ハロプロの。あ、ハロプロのハロオタって言うんですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お力になりますね。いえいえ。はい、また次の方に声かけてみたいと思います。はい。今電話中なんですよね。こんにちは、電話中なのにすいません。今、あの、チャンネルで物々交換を街行く人々と繰り返しながら、あの、物の価値を上げていって、今最終的にこの
初号機みたいな時計に変わったんですけど、もし今時計以上はないっす。そうですよね、はい、モデルの宣材写真なら。お、嘘です。嘘ですよ。使えないですからね。でも私たち一般人じゃないですよねって話したんですよ、はい、一般人じゃないですよね。はい、違います。ですよね、はい、なんかオーラが違うんですよ。一般人とオーラが違うらしいですね。ちなみに 何かオタクとかあるんですか。お邪魔女ドレミですか。あの中で誰が好みでした。僕は黄色です。英語喋る子ですか。はい。わー、私と一緒だ。宮城から来た田舎者です。あ、そうなんですか、はい、ありがとうございます。すいません、お電話中。ありがとうございます。はい、見てください。今日見ます。はい、ありがとうございます。今、はい、あの YouTube のチャンネルで時計に変わったんですけど、何か今、皆さんの持っているのと交換できるものがあれば。交換が出てきた。そうなんですね。あの AKB のファンなんですよね。そうです。ちなみに誰推しですか。渡辺真由さん。真由さん推しで。ちなみに CD は何枚ぐらい買いましたか。CD だけだったら152枚ぐらいだった。待ってください、152枚っていくらですか。トータルいくらですかって。いや、あんまりトータル考えてないから。人間的に惚れてるから、可愛いプロフェッショナル、アイドルっぽい見えるけど、でも実はちょっと違うって。昨日も写メ会行って。あったんですか昨日。ああ、ちなみに今まで真由さんに費やした金額ってどのぐらいだと思いますか。今から何百万だと思うけど分かんない。すごい、ね、ありがとうございます。お気をつけてお帰りください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。はい、じゃあまだまだ次の方に話しかけてみたいと思います。今 YouTube のチャンネルで街行く人々と物々交換を繰り返していて、今この初号機みたいな時計に変わったんですけど、もし今お兄さんの持っているものであれ何か何か交換していただけるものとかあれば交換していただきたいんですけれども。交換いいかな。ちなみにあの AKB のその服を持っているってことは何か買われたんですよね。まあ傘じゃ傘です、はい、ちなみに AKB だと誰推しなんですか。岩立てさほさんですね。岩立てさほさん。岩立てさほさん。この衝撃的な印象に残るようなぶりっ子で、現在も。ああ、ぶりっ子キャラなんですか、その方は。そうです、はい、なるほど。じゃあちなみに今年の AKB 総選挙の第1位予想をお兄さん教えてください。ズバリ。これ17日の前にあげるんで、お兄さん当てたらすごいですよ。まあね、本命としては指原さんで、対抗としてはまあ荻野、はい、あ、荻野さん、さっきも出ましたね。荻野さんで、まあ三穴としては松井純也さん。でね、わかりました、はい、ありがとうございます。兄さんが、秋葉原に来て、あの秋葉原ってどんな街だと思いますか。一言ぐらいで言ったら。誰でも馴染める。確かに誰でも馴染める街だと思います。今日私浮いてないですこれ。はい、わかりました。お兄さんありがとうございます。ご協力ありがとうございます。今日はちょっとなかなか交換はできないんですけども、すごい秋葉原らしい方といろいろお話できてすごい楽しいです。さあどうしましょう。秋葉原の